の前のみんな元気？これはトリニティユニバースのプロモーションムービーだ。私は銀河の治安を守る女神リーゼリアル、愛称はリゼリアね。俺は犬魔王カナタ、冒険をこよなく愛する宇宙魔界の魔王だ。それじゃ宇宙魔界に登場する魅力的な仲間を紹介するわね。こんにちは、私は錬金術師のビオラートです。ビオって呼んでね。恨めしよ幽霊帝の看板娘をやっているパメラよ、よろしくね。私は幼い頃、とあるきっかけで錬金術を学ぼうと思って。ちょっと時間ないんだから、生い立ちなんて語り始めないでよ。そうですよ、ビオラートさん、 PR タイムはみんな平等です。私は銀河美少女パイレーツキャプテンエトナ、お宝とスイーツを探しに宇宙を旅するプリティーな船長よ。私は宇宙を愛で満たすことを目指す宇宙魔女っ子ギャラクシーフロンです。宇宙に住む全ての人に愛をお届けしちゃいます。あら、プリニーちゃんは自己紹介しないの？やっと俺たちの番っすね。俺たちは、はーい、ここまでね。さあ、この後はいよいよプロモーションムービーの始まりよ。たっぷりと心ゆくまで見てくれ。ちょっと待っ、気がついたシートの上で揺られて。ツバキ、あの漂流物へ行くぞ。誰だって冒険したい。一緒に宇宙魔界の謎を解き明かすのよ。じゃーん、特選の人参ケーキだよ。幽霊帝ようこそ。あなたのハートを愛で満たしちゃいます。エトナ様、それは私のだって言ってんでしょ。カナタ様、ちょっとそこに座ってください。俺様のテンションも絶好調だ。よし、いっちょやってやるか。ミユも頑張ります。漂う無数のダンジョンはそのまま放っておくと宇宙魔界に落ちてくるかもしれない。ダンジョン内のどこかにあるコアを破壊して宇宙魔界を守ろう。イベントシーンでは私たちの表情がリアルタイムに変化するわよ。まばたきや口の動きはもちろん、ちょっとした頭の揺れや呼吸するときの息遣いも感じられるのよ。私たちが生き生きと会話するシーンをお楽しみに。武器にいろいろな模様を描いて能力を強化できるよ。敵の弱点に合わせた武器を使いこなそう。模様によって手に入るアイテムも違うよ。かけるマナグラフィックは60種類以上。犬魔王のカナタさんはアイテム合成でさまざまなモンスターを生み出すことができるのよ。
生み出したモンスターと闘技場で戦えばさらなる力が手に入るわよ。戦女神のリゼリアさんはメテオライトという不思議な隕石を作り出すことができるんです。しかも装備するメテオライトの組み合わせで新たなスキルが獲得できちゃうんです。カスタマイズして自分に合う効果を探してみましょう。電撃、強打、魔法の3種類の攻撃をワンボタンで使用できるわ。特定の順番でボタンを押していけばより強力なスキルで敵をフルボッコにできるわよ。細かいことはトリニティユニバースの公式ホームページをチェックしてみて。数に限りがあるから早めにお予約してね。